はい、ベストキッド2010年ジャッキー・チェーンのリメイクの作品でございましたやっぱいい内容でしたねストーリーはおおむね1984年バージョンダニエル君と宮城さんの物語とほぼ一緒なんですけども舞台を中国に移したことによってちょっとだけねディテールが変わったところがありましてそれがなかなか面白くなっていたかなとですんで登場人物のほとんどは中国の 方だったのかなと思いますしやっぱり中国らしい修行風景とかもねよく出てましたしこれはなかなか私たちカンフーファンにはすごく嬉しいことではなかったかなと思います。でこの作品単独でポンとリメイクというふうに出たのかなと思ったらなんとね1984年のオリジナルバージョンを作った監督だったかな、まあ、その方がなんかねリメイクをやっぱりされたらしいんですよだから昔の作品と対比してなんかいろんなことをねディテールを 細かく積み上げたところがまた良かったかなとだからセルフオマージュみたいな感じですよねこれはねあのブルーレイなんで特典映像の中にその辺が結構出てきてですね前の作品のファンだった方そして今回の作品を見られた方には最後まで楽しめる内容となってますその他映像特典がねかなり盛りだくさんですごくお得だったよなと思いますねやっぱりこれを見てベストキットは完結なのかなと思いますベストキット123そして女性版の4 ということで宮城の、まあ宮城っていうね、師匠がいろんな弟子たちと出会ってくる、エピソードと出会ってくる、そんなストーリーが描かれていて、師弟関係、その愛情があ強く深く反映されていたかなと、それがこちらの方にも現れていてね、とってもスカッとする内容になっておりました。えー、こちらの方ね、エンディングが2種類ありまして、えー、それがですね、最後にジャッキーのバトルシーンが入るか、それとも入らないかっていうところらしいです。それから作品の中で、 師匠たるジャッキー・チェンが、あの、試合用のね、衣装をプレゼントするシーンがあるんですよ。で、そこでね、主人公のこのなんとかくんが、いや、すごい、最高だ、かっこいい、ブルース・リーみたいだ、っていうシーンがあるんですよ。でもここはね、ちょっとね、時代背景もありますんで、ブルース・リーはちょっとね、知らない世代だと思いますんで、わーすごいや、ジャッキー・チェンみたいだ、っていうふうに喋ってほしかったな、というのが私の気持ちですね。そうすると何よりものを、 ででありギャグにななったかなと思うんですよ、ねはい、ちなみにジャッキー・チェーン実はこの師匠役をスカウトされた時は別の映画の撮影中だったらしいです、まあ、そういったことも映像特典の中で語られてますので楽しみにご覧くださいそれでは